どうも、しねこです。今回も、ウマ娘プリティダービーやっていきたいと思います。前のトップガン編、パート4、通算パート、パート55ってことで、前回の続きからになります。まあ2-4ですね。前のトップガン編2-4になります。現在のステータス、こんな感じです。スピード C+、スタミナ E+、パワー E、根性 E、賢さ C+。コンディションなし、スキル7個の状態で再開していきます。ということでね。前回のパートの最後でね、七夕賞に出まして、まあ、一着でね、勝てまして、まあ、もうなんか目標達成し、次の目標が、菊花賞ですね。菊花賞3着以内になってます。で、まあ、今回夏合宿スタートですので、まあ、ステータス上げていきますよ。38も上がるね。すごいね。じゃあもう、やるか。さあ、スタミナが D になります。どうしよう、体力ないし。おー、ありがとう、理事長。体力ありがとう、理事長。ありがとうございます。さあ、30曲がるな。スピードを上げとこうか。上げとこう。ドカンと上げましょう。七つ合宿2年目のイベントですね。あ、困ったら上です。パワーアップ。スピード33%。それは怖いのでね。もう、賢さですよ。さあ、夏合宿終了。なんだ、なんか下がったぞ。下がったぞ。前の。下がったぞ。さあ、対決ありますね。あ、これ、そうだな。スピード出てきてくれたら勝てそうですね。レベル4。やりましょう。スピードな、いけ。え、負けた。負けたよ。え、こんな負けるの？賢さ、賢さでどうだ？すぐ終わらせちゃうよ。スピードな。丸ってどういう丸だ？パワーないのか気になるな。パワーがあまりないのか気になるな。ちょっと休もうか。お出かけしようか。いけ、お出かけだ。クレーンゲーム来ないかな。やったクレーンゲームでこんな喜ぶの。やってるぞ、クレーンゲーム。さあ、どれ取ったらいいんだろうな。まあ、奥、いや、真ん中狙うか。ほい、どうだ？大丈夫？うおー、なんかついてきた？ああ、大きい、大きいのかい。さあ、1個かな？ 1 個ですね。ゲット、1。スピードアップ、やめてください。スピード上げないで。一番端でもな、倒れてる。どうなんだろうな。いや、これは、一番奥狙うか。いけ！うおお、でかっ、で、ああ、なんでよ、でっかいの音出してよ。さあ、スピードアップ、なんか全部でかくない？これ真ん中が取りやすそうですね。でも早いんだよね。早っ！あ、ちょっと早すぎた。ああ、ずれた。ずれた、ごめんね。ビビった、シュネコはビビったよ。あ、大成功じゃなかったんですね。まあ2個。まあ成功ですね。2個か。なんか上手い人はもっと取れるんでしょうね。結構下手ですよ、クレーンゲーム。あ、なんだ？なんかもらえるんかな。あ、じゃあ、体力は、いや、まだし練習道具にしてもらおうか。なんか体力減った？あ、でもあれか。パワーと根性が20ずつ上がったんだね。やったねー。さあ、何言うんでしたっけね。もうね、何言うんだろうな、シェンコはね。よし、では、やりましょう。レースです。ちょっと G1 で怖いんですけど、まあ、やりましょう。おー、あれ大丈夫なの？パワー、いいだよ。回復さもいいだよ。
トイプル20までいいんですか？ジャコニーシュネコは心配です。さあやりましょう。 G1 ですね。菊花賞4倍速です。 OK スタート。いつも通り4倍です。4倍速ですね。一応争い。さあポジション先生もと使いましょうね。使いましょうね。さあ距離がいつもより長いですね。まあ怖いんですけど、まあスピードがあるからその分何とかね、どうぞ大丈夫かなと思ったりしてるんですよね。さあレースの真髄使いまして、残り、まあ、半分で 1600m で1400詰めてかんだよ。1400通過、1200通過。さあ3分の1。さあ最終コーナー迫ってきます。どうだ最終な、待って、なんか大丈夫切った。あーなんか負けてるぞ。3着以内がいい。わあ3着だ。怖い。10馬身。何10馬身って怖いよ。スタミナが足らなかったって言われましたね。一番人気がどういうことなんだろう。なんかね、トリプル20馬だったから、勝ち確定かなと思ってたんですけど、そんなことじゃなかったね。まあ3着。まあセーフですよ、セーフ。危なかった。ネクスト、3着以内。ありますね、3着。やっぱあれだな。スピー、低いやつを上げとかないといけないね。困った上ですよ。あ、何？あー、足らない。レース0、出ろって。出るか G3 しょうがない。練習しよう思ったんですけど出ましょうか。なんかあのファン数足らんって言われましたね。まあ見ます。そうか、ファン数足らないとかあるんか。危なかったな。さあ何言うんだったんだろう。参りましょう。 G3 だね。さあ、3倍速じゃない、4倍速でお届け出します。 G3 引っ張られましたね。さあ順調、残り半分、もうなく3分の残り3分の1通過、 600m 残り400、200は通過してない。200通過、イエイ。1着イエイ。クラスキープ。さあこれでね、ファン数セーフだね。出れるよね。あ、ファン数足りません、言われませんよね。よーし、2人3着。あ、ハッピーミックスないんだな。なんもなかったと。さあ対決ハッピーミークさんがありますが、どうしよう、根性上げときたいな。さすがにね、さすがにパワー E プラスとか根性 E プラスじゃダメかな思うので休みます。対決したいけど、対決したいんですが、とりあえずね、ステータス上げときましょう。これで根性 D、根性レベルアップ、トレーニングレベルね。上だ、上。絶好調、スタミナアップ。さあ、出ましょう。まあ、出ましょうですが、怖いですね。怖いですね。パワーがいいなのが一番怖い、ありまちね。おー、一番人気ですね。ただ、トリプル20までじゃありませんね。ダブル20までです。なんだ、もうトリプル20までが、もうなんかよくわからないです。さあ、でも一番人気は一番人気です。有馬記念。雪降ってますね。腕遅れた。
こう G1 だよ G1 ですよ。 G1 なのに出遅れちゃった。やっちゃった。ただ諦めない。さあ、まもなく3分の2を通過します。8着、6着、400、まもなく400、200、上昇回復、よし、上昇、200通過。どうだ、逃げて、よし、勝てたね、毒馬神。あれかな、 G1 今回初かな。さあ、雪降る中勝ちましたよ。ゴールドクラスクラスアップ、ファン数5万人も一気に増える。やっぱ G1 の勝利って大きいんかな。ドカンと増えるね、ファン数。さあ、これで次は阪神大詳細かな。あ、違う2着以内ですね。そう、なんか人気大農園。あれ、あの、なんか何が起こった。さあ、どうしよう。来た。はい、ということで12ターン経過しましたね。とかね、まあ一応今回のパートはここまでにね、なると思います。はい、さあ、2にラスト1年が近づいて、もうそうだね、もうラスト1だね、ラスト1年ですね。さあ、ただステータスがね、怖い。パワーが E なのか怖いんですけど、まあスタミナは B なんでね、あれなんですけど、まあ、ちょっと、そうだな、まあ、オール B ぐらいにはね、あの、オール B で、あの一つだけステータスね、飛び抜けてるって感じが良かったかなと思うので、まあそこ目指してね、まあ頑張っていきましょうということで、では、なんかではじゃないわ。現在のステップスこんな感じです。まあ、今回もさーってね、B、B+、E+、D、C+ ですね。コンディションなし、スキルは、ニシド、中古になりましたね。中古になりました。まあ、次回もスキルやらステータスやら上げていきましょう。ということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ということで、これです。今回も、マス目プリティダービーやっていきたいと思います。前のトップガン編、パート5、通算パート、パート56ということで、まあ、2の5ですね。前のトップガン編2の5になります。はい、これ現在のステータス、こんな感じです。スピード B、スタミナ D、プラスパワー E、プラス根性 D、回復差し E、プラスになってます。コンディションなし。スキルは、中古の状態で再開していきます。まあ、このパートから、最後のね、まあ、24ターンがね、始まりますね。さあ、まあ、企業はね、ですね、目標の出場条件は達成してますので、対決いっちゃおうか、レベル4挑戦しようか。ただな、真ん中ミス聞き合うとダメなんだよね。いや、ここは、スタミナ上げとこうか。優秀トレーニングでね、スタミナ上げときましょう。スタミナが C になりました。ヒントレベルアップ。スキルポイントアップ。特引きは何？え、何取った？人参かな？多分人参かな？さあ、パワーがあまりないのが気になるので、そろそろパワー上げときたいなと思うんですけど、まあ上げとこうかって言って、スピード中心ですよね。お、これはね、あの、友情ゾーン発動しましたね。へそ。スピードアップ。バレンタイン、おお、スキルレベルアップ。バレンタイン言おうとした瞬間にアップしたよ。さあ、5%。失敗率 5%。やるか？よし、成功。へそしようか。上げとこうか、スピード。なんだ？上か？上にしようか？スピードアップ。
20。ちょっと怖いね。休もうか。お出かけしようかな。いや、休もうか。あ、寝不足。なんか、寝不足の時あれですよね。バッドコンディション獲得する時ありますよね。怖いな。スキルは、取ってなかったわ。さあ、レース前、ラス行きターンですね。ここは、やっぱりね、足りない部分を補いたいな、と思うので、パワー上げときます。さあ、これでレースですね。え？レースですねって言おうとしたんだけど、レースだよね。本番！さあ、スキルポイントなんか取れるかな？金スリー取りたいですね。取らないでおこうかな、今のところはね。さあ、スピードが B プラス、スピードが飛び抜けてます。D2 ですね。一番に、一番人気は一番人気なんですけど、あれですね。トリプル20丸じゃありませんね。一つだけ。20丸か一つだけ。T2 なのにな。あれか、最後の1年だから、なんかあれなんかな。なんかランク上がってんのかな。まあ、いつも通りか。スタート大丈夫。4倍速でお届け出します。ポジション、センス取って。おー、勢い争い。まあ、パワーやったかな。スタミナかパワーがね、D なのであれか。そこが響いてるのかな。残り半分。現在、1番手ですが、2番手も迫ってきてますね。そのまもなく3分の2。残り600メートル。さあ、ラストスパートかけていきます。坂。やばいぞ。どうだ？どうだどうだ？ 200。いかがいか？5馬身だったら大丈夫。ちょっと、低いステータス上げときましょうか。さすがに心配。まあ、取ったのはね、まあ一着なので、ね、まあ、OK っちゃ OK なんですけどね。さあ、クラスキープ。さあ、どんどん行きましょう。目標達成。ネクスト。G1。天皇賞春一旦。天皇賞春一旦。一旦しかないの。あ、そうかそうか。継承イベントありますね。ただね、スピードしか上がんない。ほぼスピードが上がってしまうんだけど。アップスピード76。これでスピード A かな。ファン感謝祭。LTO スキルレベルアップ。あー、GGGB ですね。B プラスですね。ここは、本当はパワーとか上げたいんですけど、まあ、体力ないので、まあ、せめてものをスピード A にしちゃいましょう。スピード A。体力アップ。ヒントレベルアップ。さあ、です。スピードが飛び抜けてます。金スキル。直線で自重回復、取っとこう。金スキルゲット。さあ、行きましょうか。G1、天皇賞、春。夏合宿もね、まだですからね。一番人気、さあ、ダブル20丸で済みます。ダブルか。安心材料のトリプル20丸じゃないんだよね。噛んだような感じがするな。さあ、天皇賞、春ですね。スタートは、しっかりと。OK、スタート。さあ、4倍速でお届けいたします。いつも通りでございます。現在1番手。
り3センス取って使って残り2600m 2400。おっと、1番と2番の1体来たりしてますよ。怖いよ。はい、あーっと、2番手。1600、まもなく半分通過、てか半分通過した。残り1400。おーっと、最終コーナー前で2番手から進むの？おー、先頭に立った。さあ、まもなく6着通過。やばいぞ。後ろが迫ってきてるよ。後ろが迫ってきてるよ。大丈夫？本当に？ああ、待って、抜かすな、抜かさなあ。ああ、おお、おえ？え？何この僅差。頭？か、勝ったぞ。勝ったぞ。頭さ。いや、一瞬、2着だと思ったよ。一瞬、あ、もうこれ2着だな。あーって思ったけど、勝ちましたよ。頭さ、ドッキドキしますね。いや、ドッキドキしましたよ。さあ、なんとか1着で切り抜けました。フィールド色ね、ステータス上がりまして、ヒントレベル上がりました。ネクスト目標。3ターン、宝塚記念、3着以内。いや、本当にあれだな、B になってるステータス、上げないといかないな、今度アップ。そうだよね、やっぱ C 欲しいよね。ってことなので、上げます。1% でも戦います。両親に向かって。あー、いやー、休む。夏合宿ですよーってね、田綱さんから教えてもらいましたよと。いや、これは、スピードでパワー20上がりますので、まあ、これは、まあ、こうしとこう。さあ、高塚記念、3着以内、スタミナアップ、パワーアップ。ちょっとパワー根性が D プラスないですが、まあ、もうすぐ C だよって感じなので、大丈夫でしょう。その、まあ、ちょっとね、怖いので、臨機応援取っとこうかな。やっぱ怖いからね。ゲットスキル。では、行きましょう。G1。宝塚記念。まあ、距離2200m なので、さっきよりかは低いかな。さあ、おー、トリプル。もうなんかトリプル20までを、なんかもう、トリプルで言い出したよ。さあ、行きましょう。でもやっぱステータスね、アップデート前より役やすくなってるんかな。っていうこともですね、まあ、今回のね、前のトップガン編を通じて、まあ、確かめたいっていうのもありますので、まあ言っちゃ試しですよね。そう。一応、そうですね、あ、確か、ハテナブログの方でですね、今までね、まあ、シュネコが育成した、まあ、娘の記録の書を出してるんですけど、確か、URA ファイナルズのね、まあ、シナリオで育成した、ステータスじゃない、総合点が、多分すべて下ぐらいなんですよね。うん。なので、まあ、このね、アップデート後の、URA ファイナルズで A プラス以上取れたら望みあるな。望みあるなって感じですね。さあ、4倍速でお手出します。何の話してたんでしょうね。急に入ってくるからね。さあ、残り1200、まもなく半分、1000m、現在はちょっと2番手の位置下がってきちゃった。なんか画面が、なんかだいぶ片付いて大丈夫。さあ、レベル4のね、保有スキル。さあ、間もなく200。戦闘。200通過。
書きました。一着です。四馬身さん。あ、なんか二台、あれか、なんか三大グランプリとかありますからね。でもまあそのシュネコはね、その三大グランプリが一体何かがわかんないんですけど、あれかな、天皇賞、春と秋と宝塚記念なんかな。あの巻きが出たらあれなんですけどね。さあ、これでステータスはじゃなく、ステータスじゃねえ。プラスはね、プラチナキープということで。なんかちょっと間違えるね。さあ、これで多分、あれだね、次の目標まで結構ターンあるんじゃないかな。ゆっくりできるんじゃないかな。あ、何ターン、ゆっくりできますね。天皇賞は秋、一着が待ってます。で、ここから、夏合宿です。はい。ということなので、今回のパートはここまでになります。能力詳細。いや、今回のパートはステータス A まで行きましたね。はい。さあ、スキルもね、結構取りましたので、あとは最終パートに向けて頑張っていくのみです。ということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってことで、どうも、スネコです。今回も、娘ブリキーダービーやっていきたいと思います。前のトップガン編パート6、通算パート、パート57ということで、前回の続きからやっていきます。前のトップガン編2-6になります。はい。なんかね、いつも、娘ブリキーダービーがね、なんか出てこないんですよね。なんか怖いなって思ったりするんですけど、現在のステータスこんな感じです。スピード A、スタミナ C、パワー D プラス、根性 D プラス、賢さ C プラスになっています。コンディションなし、スキルは、10個の状態で最終パートやっていこうかなと思います。まあ、前のトップガン編最終パートですね。はい。スピードは S まで行きたいなって感じですが、他のステータスは、まあ、できれば C プラス、まあ、B ぐらいにも上げときたいですね。という感じでやっていきましょう。最終12ターンになります。おー、スピードドカンと上げれるねって言われてますが、ちょっと体力温存の時にちょっと賢さ上げます。へそへそ。困った時はへそだ。あ、てか、ハッピーミークさんのあれは来ないのかな？ねえ、対決イベント来て欲しいんだけど。夏合宿中は来ないんかな？スタミナ結構上げれますね。ただ、シネコ的には、根性じゃないわ。スピードをドカンと上げたいんだけどな。まあ、上げときましょうか。お、スピード上げれますね。上げときましょう。さあ、これで、スピードは、A のままでしたね。さあ、スピードが A プラス。お、これね、パワー根性も C になりましたね。ハッピーミクさん、来ないよ。ハッピーミクさんが来ない。ハッピーミクさんが来ない。回復さ、上げとこうか。でも、あるしなぁ。いや、まあ、休むか。ハッピーミークさん、来ないよね。どこ行ったんだ、ハッピーミークさん。ノー、どうした？いや、やる気下がったよ。いや、大丈夫かな？なんかちょっとこのままね、最終まで来なかったら嫌だよ。まだレベル4残ってるよね。来ない？終わったんかな？なんか出るタイムとかあったんかな？さあ、スピード上げていきます。さあ、本番。スピード感にしとく？さあ、スキル取りましょう。って言ったけど、金水取りたいのでちょっと置いときましょう。では、スピードが A プラスの状態で、天皇賞秋、レッツゴーです。一番人気、トリプル20。いい感じですね。やっぱステータス上がりやすくなってるんかな？アップデートされたことによって、なんかあるかもしれませんね。さあ、天皇賞、秋です。4倍速でやっていきます。スタート大丈夫。
ドカーンとね、進んでいきましょう。もう突き放すぐらいのね、勢いでね、頑張ってほしいと思います。何目線なんだろうね。まもなく600メートル通過です。大丈夫？400、残り400。さあ、まもなく300、200になろうとしている。200。どうだ？どうだどうだ？やったー！これで春も秋も取ったよ。あ、ほら、春も取ったし、秋も取った。春も取ったし、秋も取った。ということで、5馬身差つけて、1着です。2枠クラスでクラスアップ。おー、結構いい感じですよ。スピードももうすぐ S ですからね。ラップ、さあ、ラスト目標は、有馬記念。一着。まあ、迫ってますね。上にしようか。お、あるね、対決。やろっか、ハッピーミークさん。あ、スピードで対決しよう。ちょ、なん、まあ、得意分野。あ、でもスピード30にも上げたいけど、対決しとこうか。出しましょう。ないよ。スタミナにしとこう。負けだって。来ないよ、スピード。お、まだいける？あ、29はさすがにね。怖いよ。ハピミクさん、怖いよ。これは、ステータス上げた方がいい。あー、なんか押してしまった。休もうかな思ったんだけど。休もうかな思ったんですけどね。頑張りや。お、あるね。あ、もうこれはね、もうラッキーだよね。まあ、体力も回復するし、ステータスも上がるし、戦いもできるということでね、やりましょう。スピード。よっしゃ、おー、あ、やっぱあるね、20丸。予想20丸がありますね。スピード。勝った。ようやく勝った。お、スキルレベルアップ。ようやく勝てましたね。ようやく勝てたよ。さあ、これで、あれですね。あれ？どこだ？あれ？あ、あれか。あ、あれか。まあ、ヒントレベルストックしたんだね。で、もう持ってるから、もうなんもない。あれ？いや、別に戦わなくてもよかったんじゃない？戦わなくてもよかったんじゃないかな。なんか、やっちゃったか。やってしまったか。まあ、いっか。よし、では、行きましょう。最終。まあ、一応、目標ですわ、最終。おー、ダブル。ダブル20丸。ダブル20丸で、最終レースですね。有馬記念。スタート大丈夫で進みます。4倍速でやっていきます。まあ、1着取らないと、やり直し？やり直しかな？さあ、ちょっと距離長いんかな？間もなく半分1400通過しました。現在先頭立っていますが、2番手との差もちょっとそんなにない。先頭集団っていうほど下の差はない。600メートルの差、間もなく最終コーナー曲がっていきます。どうだ？体力回復。どうだ？どうだ？やった！勝ったぞ！勝ったね、5馬身差。さあ、これで、ね。URA ファイナルズ出れますね。まあ、出るかどうか心配でしたからね。
アップデート前、本当にね、もうなんか10回やって5回出れたらいいなっていう感じでしたからね、シュネコ的にはね。さあ、これで育成目標全達成ということで、ここから URF ファイルですね。まあ、追加のエクストラターン的なもんですよ。ですが、体力があまりないので、ステータスね、上げれるかなって思ったりしたけど、上げれないか、一旦休むのもったいない感じがしますのでね。本当はパワーと根性上げときたいんですけど、上げれなさそうなので、体力回復しとこう。ね。賢いセブル今上がってもな。さあ、スキルポイントちょっと置いときます。このね、早手もとか取りたいんですもんね。はい、まず予選会です。一番人気トリプル。まあ、トリプルだったらね、大丈夫かなって思ったりするんですけど、確かパート4ぐらいでダメだったような感じですね。さあ、4枚服でやっていきます。一度やらさい。そうですね。あとは、今回のね、パートで、まあ、ミクセランク決まるわけですけど、まあ、どれぐらいなのかなっていう感じが、楽しみですね。ちょっと心配な、あれだな、2番手とそんな距離ないぞ。差がないぞ。なんか結構ギリで、まとめましたが、勝ちましたね。やりました。予選勝利。一着です。さあ、もう負けたら終わりですからね。あ、そっか。普通に上がるんか、ステータス。あ、じゃあもう、A 行くね。あ、A じゃない。S 行くよ、S。じゃあ、このターンも賢さ上げとこう。さあ、行きましょう。予選会じゃない。準決勝です。予選会打ってしまいましたね。一番人気。うわ、おっとっとっとと。嫌な感じがするぞ。W20。ここに来て、ダブルですか。トリプル20ままでいけよ。さあ、準決勝です。OK、スタート。4倍速です。ちょっと心配な準決勝。イキポリソンセンス、生き取り争い。一度ではそう言って、確か根性が関係してるんやったかな。さあ、レースの真髄取って、使っていきます。間もなく1000メートル、残り3分の1を間もなく通過します。通過しましたね。残り600メートル、400メートルになるんですけど、結構差を離しました。ただ、あ、待って、そんなに離れてないな。でも200。ドラドラドラ。いけるねー。よっしゃって。準決勝も勝利一着。トップスター。さあ、行きましょう。最終でね。決勝へ行きましょう。13、スタスアップしまして。スピード S。じゃあ、最終ターンはですね。根性上げとこうかな。さあ、直線のあれ取れるか、ハイテムに取れるね。あと、あ、でも、どうなんだろう、なんか、最後になんか、スキルの、あれもらえるかな。置いとこうか。置いとこうか。決勝。ちょっとスキルポイント置いときまして、決勝。一番人気だ。なんか押しちゃった。あのトリプルですね。どういうことだ。あれトリプルなんか、もしかして決勝、準決勝より弱いの登場してるか、そんなことないよね。さあ、準決勝じゃない、決勝です。決勝ですね。4倍速です。もうね。雨降ってるね。怖いね。暗いね。あれ ?3 番手ですね。やばいぞ。3番手で終われないよ。3番手。
3番手、3番手まま残り3分の1、3番手キープ、2番手さあスキル発動しまして一気にスピード上げていく。さあ先頭浮上、残り400、切れ星。残り200か、どうだ、残り200、どうだ、やった、決勝、よしよし、小馬審査、さあこれで全て勝ちましたね、あの URA ファイナルね、分かりましたね、引き出すね。さあここで何かアップデートのイベントがあるのかな、会社大成功、やったね、あなんかくれた、あやった、ありがとうございます、なんかめっちゃもらったな、あ嬉しいななんか嬉しいな言って、これいつもあれですね、グッドイベントですね、あグッドエンディングか、終了ですなんかパッと終わっちゃったぞ。ステータス、スピードが S プラスになりましたね。ただ、UG がないなぁ。UG がないなぁ。スキル、600ポイント。そんなにくれたの？ポイント。いや、金スリル2個ぐらい取れるか？あ、取れないか、さすがに。取れないね。じゃあ、ですね。生えて持ち。綺麗星、いや、綺麗星、頑張りや、刺し、キューチュリフロストットル。まあ、ヒントレベルが、あれな、最大の方から取っていこうか、逃げ。88点。よし、取れるな、なんか。中山で S4 にしとくゲットスキル。さあ、行きましょう。育成、完了です。スキルもね、結構取ったのでね。行け、エンド。どうだ、 E プラス。E プラスか。E プラスか。隕石、再獲得しとこうか。再獲得。E。あ、なんもない。なんもなくはないけど、こっちのがいいね。ノーマル石のがいいね。なんだノーマル石って、元石ですね。はい。ということなので、まあ、今回、A プラスという結果でした。あ、サイン更新。あ、サインならね。あ、そうかそうか。シナリオコード、更新。でも、1万点超えましたよ。ねえ。1万点超えたのは珍しいですね。なんか珍しいってか、デュアルファイナル初だね。アップデートの力でしょうか。はい。ということで、チーム編成は多分何もないと思うんですけど、何もやらないでおこうか。なんか変わってませんでしたね。はい。ということで、まあ、A プラスという結果で終わりましたね。はい。まあ、また、次回も URA でやっていくかわかりませんが、まあ、わかりません。なんだそれ。はい、ということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。